用の材料の紹介です。まず鶏肉の南蛮漬けなんですけれども、鶏もも肉を使います。で、皮付きのもも肉なんか変だったね、イントネーション。皮付きのもも肉を使っているんですけれども、 1,2 歳児のお子様は鶏肉の皮噛み切りにくいので、最初から外していただいても大丈夫です。それから味付けがお醤油とお酒と生姜、今日は生姜汁ではなくて生姜のねチューブで代用していこうと思います。で、チューブはこういった普通のチューブ使っていただいていいんですけれども、あまり入れすぎるとすごく辛くなってしまうので、本当に少量を入れるように、風味付け程度に入れていきます。で、小麦粉をつけて一旦これを焼いた後に、南蛮漬けですので南蛮漬けのタレをかけていきます。で、タレの方がトマトときゅうり、それから味付けがお砂糖とお醤油と、それからこちらお酢になります。で、あとだし汁も必要なんですけれども、味噌汁取るときに作りますので、だし汁はね後でご紹介します。葵の給食室、まず鶏肉の南蛮漬けの鶏もも肉に下味をつけていきましょう。で、鶏もも肉はこういった唐揚げ用の一口サイズのがあると思うんですけれども、だいたいこれが半分のサイズ、この半分にしたサイズがだいたい 3,4,5 サイズのお子様の一口大ぐらいになります。なので、この半分にしていただいたのをだいたい3個とかつけたりします。で、1、2歳児のお子様はこの2個分になるんですけれども、この大きさだとまだちょっと大きいので、これをだいたい2等分から、まあお子様によるんですけれども、まあ難しい咀嚼がねすごく難しい場合は4等分とかっていう形で小さくカットしていきます。ただ初めからすごく小さく切って調理すると時間がかかるので、保育園ではだいたいこの 3,4,5 サイズさんの大きさに合わせて、半分のサイズに合わせて作って、最終的に盛り付けるときに 1,2 サイズのお子様はハサミでカットするっていうふうにしています。そしたらこちらにお酒とお醤油、先ほどご紹介したんですけれども、生姜汁、保育園ではこう絞り汁をね作って入れるんですけれども、今回はまあ時短ということで生姜のチューブ使っていきます。本当に少量、風味付け程度に入れていきましょう。そしたらよく揉み込みます。この鶏もも肉はしばらく冷蔵庫に入れて下味をつけておきます。で、もしこの単品で作る場合はだいたい15分ぐらいを目安につけておくのがおすすめです。では順番に野菜を切っていきましょう。まず鶏もも肉の南蛮漬けから作っていきます。きゅうりは半月切りにしていきます。で、いろんな動画でも多分お伝えしてるんですけれども、きゅうり大量調理で保育園で切る場合は、これをもうすでに真っ二つにしてペタッとして切っていくとすごくねこうばらけて大変なので、ここに切り込みを入れたら根元は残したままこのまま刻みます。こういう形で半月、そうするとこれをまあ4本とか並べて一気に切れるので、最後まで切らないっていうのが保育園で切る時のコツです。まあ、ご家庭ではね量少ないんでここまで根元を残してやるとかいう必要はないんですけれども、保育園ではこういう風に切っていきます。なんかこのキュウリすごい可愛いねなんかモコモコしてるんだけど、なんか珍しい形してる、お花みたい。そしたらキュウリじゃないやトマトは湯むきをしていきますので、このヘタの部分をまず取り除きます。で、今日の量は半分なのでこのまま湯むきするんですけれども、もし丸ごと1個湯むきする場合はこの底の方に切り込み入れておくとピリピリと剥けやすくなります。南蛮漬けのタレを、甘酢タレを作っていきましょう。で、まずトマトの湯むきをしますので、沸騰、お水を入れて沸騰させます。お湯が沸いたのでこちらでトマトの湯むきをしていきます。で、トマトは加熱しすぎても水分が入り込んでベチャっとしてしまいますので、皮がめくれてきたらすぐ取り上げます。だいたい 2,30 秒ぐらいを目安に湯むきをしていきます。トマト 2,30 秒経ったらザルにあけて流水にさらして冷まします。あとトマトを茹でたらその後きゅうりも茹でましょう。きゅうりは加熱殺菌の意味でさっと熱湯で1分ほど茹でます。ただきゅうりは結構青みがある野菜なので、お子様1回茹でた方がより食べやすくなるので、まあご家庭だとね加熱殺菌とかはしないと思うんですけど、生よりも1回茹でた方が食べやすくなります。そしたら甘酢だれの準備をします。ここにだし汁入っています。で、こちらにお醤油入れていきます。お醤油とそれからお酢です。さっぱり味の甘酢だれになります。
さっぱり味の甘酢あるって何？甘酢だから酢入るよね。それからお砂糖です。で、保育園ではたくさんありますので小鍋に入れてこれを沸騰させていくんですけれども、この量なので鍋でやると多分蒸発しちゃうんですね。なのでご家庭でやる場合は電子レンジで加熱してなじませるっていう形で大丈夫です。なので、まあ、軽くラップをして、でこのまま電子レンジでだいたい 3,40 秒を目安に加熱をしていきましょう。全体がなじめば大丈夫です。ではきゅうり1分経ったので、こちら引き上げて流水にさらして冷ましましょう。ではあとはトマトを切っていきます。トマトは皮をペリペリっと剥いていきます。この皮も 1,2 歳児のお子さんは結構噛み切りにくいので、剥いた方が口当たりが良くなります。でそしたらこれは角切りにしていきましょう。まあ、ざっくりと1センチ角くらいになっていれば大丈夫です。そしたらもうあとはすべて合わせるだけです。加熱したきゅうり とそれから電子レンジで温めた甘酢だれで、甘酢だれは温かいうちの方が馴染みやすいので、もう冷ます前に入れちゃって大丈夫です。これが美味しいんですよ、この甘酢だれが。そしたらこれはあと焼いた鶏肉の上にかけて完成です。ではオーブンが予熱終わったので鶏肉を焼いていきましょう。でもしご家庭にオーブンない方はフライパンで焼いていただいても大丈夫なんですが、弱火でなるべくじっくりと焼くようにしてください。そしたらクッキングシートに油を少し引いておきます。そしたらこの鶏肉に小麦粉をまぶしていきます。もうこの中に入れちゃいます。そしたら鶏肉は一つずつ並べて焼いていきましょう。ちょっとくっついちゃうんでね、こういう風に必ず離すようにしてください。そしたらこの鶏肉は200度のオーブンで20分程度焼いていきましょう。もうこの時点で完全に火を通してしまいます。鶏肉美味しそうに焼けました。オーブンで焼いただけでも小麦粉つけてるんでちょっとね唐揚げっぽくカリッと揚がっています。でこれ盛り付けて先ほど作ったこの甘酢だれ、これをかけていただきます。とってもさっぱりしてね、これが美味しいんですよ。葵の給食室。給食給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。美味しそうな匂いがしている。こんな感じで出来上がりは最後のね甘酢をかけていただいてください。きゅうりと一緒にいただこう。これはもっと甘酢をかけたい。追い甘酢をしよう。うわ美味しいな、この組み合わせ。鶏肉の下味も甘酢もすごく薄味なんですけど、鶏肉のこの旨味とあとそのきゅうりとトマトの酸味が合わさって、すっごいこれでも美味しく食べられます。かなりさっぱりとした味付けになってますので、こういう南蛮漬けっていうのは基本的に7月から9月ぐらいの暑い時期に出すことが多いです。でコメントでもねあったんですけど、まあ、今お子様がちょっと暑くて食欲が落ちてるって方もたくさんいらっしゃったので、ぜひそんな時はこのさっぱりして食べられる南蛮漬け作ってみてください。YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると、毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など、他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については、概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加、お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。